こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、徳川家康の家臣、夏目広次について解説していくぜ。とても有能で、武勇にも長けた人物だったとされているね。家康はこの広次に何度も命を助けられている。三河家臣団にはかなりの欠物が多かったことは有名だけど、広次などはまさに家康の前半生において、最も貢献した代表的な家臣だったんだ。一体どんな人生だったのかしら。この動画を見ると、徳川家康の家臣ながらも一向衆に味方し、一揆後は再度主に尽くした、忠臣夏目広次の全てがわかるぜ。それではゆっくりしていってね。古くから松平氏に仕えていた譜代の家臣、夏目氏。夏目氏とはもともとは信濃に存在していた、夏目村を治める地頭の一族だったとされている。その夏目氏が三河に流入し、家康の先祖にあたる松平氏に従属。そのまま代々この家に仕える譜代の家臣となった。広次はそんな夏目氏の家に生まれたのね。1518年にこの夏目氏に一人の男子が誕生、これが広次だ。通称は次郎左衛門。大河ドラマではこの呼び名が登場することもある。昔の人は名前がいろいろあったし、加えて幼名もあったもんね。ちなみに彼の主君となる家康も、竹千代だったり元康だったりと、段階を経てその名前を変えているぜ。そうだね。次郎左衛門とも呼ばれていた一方で、以前から彼の名前は夏目義信として多くの人から認知されてきた。ただ現在では、一次資料ではどうも義信という名前は使われていなくて、当該人物は広次という名前だったということになってるようだ。NHK 大河ドラマ、どうする家康では、家康からしばしば名前を間違われているよ。それも経緯を知らないでいると、なんで家臣の名前を間違えるんだ、と不満に感じてしまう描写だけど、その経緯を知っていると途端に薬と笑えるネタになる。家康もたびたび、どうも名前を間違えてしまう。理由もわからない、と困惑しているぜ。歴史ファンの心境の代弁となるセリフだね。家康は幼い頃から駿河の今川家に人質になっていたので、三河では主が不在という時期が発生した。この時にも三河家臣団は結束を保ったまま、ある者は主の帰りを待ちわび、ある者は来たる戦に備えて精進し、また別のある者は密かに資金集めに奔走している。広次もまた、主が囚われている間も三河でじっとその期間を心待ちにしていた。けなげだね。転機が訪れたのは、1560年。この年、駿府の今川義元は桶狭間の戦いで終わりの織田信長と対決し、敗北。これを機に家康は独立することを決心して、三河に帰参。さらに今川とは完全に縁切りをする形で、義元を討った信長との同盟を結ぶことになるんだけど、これが後に家康を大いに苦しめる結果を招いてしまったんだ。ともあれ、家康は無事に三河に戻って、やっと主君が帰ってきた喜びではいただろうね。家康が帰還した後の三河は、早速領土近辺の敵との対決も、散発的ではあるけど実行に移している。そんな中で、三河家臣団は大いに活躍した。広次も礼に漏れず、かな。もちろんだ。特に家康がまだ主としての経験も乏しい時代には、時に勇猛果敢に敵陣に突入。時には家康に対して、自分たちが敵を引きつけるので、その間に逃げてくださいと進言して、しんがりを務めるなど、八面六臂の活躍を見せているぜ。わあ、勇ましい。三河長沢城攻略戦での、広次の活躍。家康は三河に戻って早々の1561年に、名目上は同じ松平の一族が治めていた長沢城を攻略に打って出た。この長沢城は1458年に松平親徳という武将が建造した古城だ。家康はこの攻城戦において多くの家臣を参陣させたけど、当然その中には広次も含まれている。果たしてその結果は？三河近隣への領土拡大の足がかりとも言えるこの初戦で、見事に家康は勝利を収めた。と言っても、この戦いがどのような経緯をたどったのか、両軍の戦力差がどの程度だったのかということは、記録にも残されていない。あくまでも前哨戦のようなものだったんだね。家康の家臣団は実に有能で、しかも戦となれば士気も高くなる面々ばかりが揃っていた。初期の三河家臣団についてもそうで、広次をはじめとした有力な武将が勢揃いしていたことから見ても、若い頃の家康はまさに家臣あっての主君だったのではないか、とも感じられるところだ。それだけ家臣たちが頼りになりすぎたと言っても良さそうだね。長い間人質として囚われていた家康にとっては、広次たちはまさしく父親のような頼りがいのある大人たちだったはずだぜ。
八幡村城攻略戦では一転、家康らは窮地に。これを救ったのは長沢城を攻略した次の年、1562年には家康らは三州八幡合戦と呼ばれる戦いに打って出ている。この合戦では八幡村城を狙った家康たちだけど、敵方の板倉重貞は今川家の家臣。桶狭間の戦いで今川義元が落命したことで、家康のように今川に見切りをつける者も続出する中、重貞のような忠臣も少なくない時代だったんだ。つまり、今川のためなら命を投げ出す覚悟ができている人物ということか。そんな相手だから当然士気も高く、今川勢の猛攻もあって家康たちは窮地に追いやられてしまった。今川からすれば、家康は義元亡き後、その義元を討った信長に恭順する裏切り者の代表格。これを打ち漏らすなど、万に一つもあってはならない事態。だからこの戦いで三河勢が苦戦を強いられるのは当たり前だったんだ。敵にも敵の意地がある。家康は身をもって理解しただろうね。重貞が擁する今川の大勢力は次々に家康たちを攻撃し、その損害も無視できないところに及ぶようになっていった。家康がこの時どういう思いでこの苦境を味わっていたのか。その心情はわからないけど、とにかく劣勢も劣勢。ついにはお味方総崩れという。絶対に避けなければならない事態にまで追い込まれてしまったんだ。でも、この戦いは家康が主人公のドラマなどでは割とスルーされがちだよね。実際には後に勃発する三河一向一揆よりもさらに家康の身を危うくした大ピンチでもあるんだ。三河一向一揆は家臣の離反によって窮地に追い込まれるわけだけど、この戦いは自分が裏切った勢力からの復讐戦で、人間の士気が高まるとここまで敵も手強くなることを肌で実感する戦。マンパワーの恐ろしさを知るには十分な経験を家康に理解させる戦いだったようだ。ごくり。とにかく今川勢の勢いはとどまるところを知らない有様。もはや家康の命も危ういという状況になって、とうとう家康本体が総崩れとなってしまった。そうなったらもう戦どころじゃないでしょ。だから一度三河に戻って、体制を整える必要が出てきた。そこで名乗りを上げたのが、夏目広次。自らが神狩りを務めることを表明して、家康には即時離脱を促したんだ。それで、家康はどうしたの？家康もしぶしぶこれに応じて撤退。追いすがる今川の兵たちを、広次はごく少数の兵を率いて食い止めたとされている。その数、なんと6回。つまり神狩りとして最後尾を走る中、6回追いつかれてはその都度応戦し、6回とも撃退に成功したということになるぜ。これほどまでの武功が、後世にあまり伝わっていないのは残念無念。広次がいなければ、家康はこの戦いで非業の死を遂げていたかもしれないんだからな。辛くも危機を脱した家康は、戦後、広次あっての自分の身の安堵であったことを本人に感謝している。そして彼の苦労に報いる褒美として、備前長光の脇差しを褒美として提供。名刀はそれを持つにふさわしいものに持たせるべきとした、家康の心遣いということだな。この褒美は、広次もさぞかし嬉しかっただろうね。こうして家康は、広次のおかげでなんとか体制を立て直すことができた。そして板倉重貞も無事に打ち果たすことに成功。これだけの戦いを経て、家康はもはや今川とは本格的に手切れもやむなしと判断したのか。この戦いの少し後に、今川義元からもらっていた元の字を返上して、勝手に元康から家康へと改名。花押も義元に由来のあった書き方をやめて、別のスタイルを使用するようになっていった。家康は完全に今川にとって敵勢力になったわけだね。三河一向一揆の折、複数の家臣と共に家康に対立していた事実は有名。家康の身に起きた危機的な出来事として有名なのが、三河一向一揆だ。一向宗が治める本證寺をはじめとした三つの寺には、家康の父の代に定められた、守護司不入の特権が存在していた。これは、その国の主であろうとも役人を使った徴税は禁止するという掟だぜ。でも、家康がそれに異を唱えたのよね。この特権を無視して徴税を画策するんだけど、一向宗側はこれに大いに反対。しかも当時の三河は東方面を除いて一向宗の不況がかなり浸透していて、当の家康の家臣団の中にも門徒が大勢存在する状況。そして広次もまた、ガチガチの一向宗との一人だったんだ。どうする家康？そもそも家康が無理に一向宗の三つの寺から徴税を起としなければ、一揆も起こりようがない。ところが家康は1563年に家臣に命じて、守護司不入の地である上宮寺付近に砦を建造し、穀物を強奪させているんだ。まさかそれが原因だったんじゃ？そういう説もあるようだ。家康としては、あまりにも一向宗の牽制が強まることを恐れる気持ちもあったのだろう。
対応は抑圧的となってついには本庄寺住職、空誓が発起人となり、一揆を促すようになった。さらに近隣の有力豪族、今川残党軍も混乱に乗じてこれに賛同。家康本拠地の岡崎城にまで攻め上がる大きな一揆となった。ほうほう。一方で、そもそも一向宗とは教義的に対立していたその他の有力寺院は、逆にこの危機に際して家康に味方をするなどの行動に出ていて、一概に家康が全ての仏教徒から反発されていたというわけではなかった。ただ家康が迂闊だったのは、膨れ上がった敵勢力を一網打尽にするだけの、兵力を集めるのが難しいことを事前に把握しなかったという点だ。それはどうして？党の一揆勢には、彼の家臣も含まれていたからだ。三河一向一揆で家康と袂を分かち、本庄寺の空誓と共に決起した家臣は少なくない。まずは家康の後期を支えた参謀の本多正信。この頃は家康ともそこまで懇意ではなかったようで、一揆鎮圧後には出奔を選択。長い間家康から離れていたけど、やがて復員してそれ以降は家康が死ぬまで彼を支え続けたぜ。それじゃあ、広次はどうだったの？広次も自分の輩からと共に、一向宗側についた。家康のことを過去には命がけで守ったほどの人物ですら敵に回るんだから。それほど当時の宗教というものの力強さを思い知らされるよな。まあ現代でも宗教のためなら何でも犠牲にできる人たちはいるから。今も昔も権力者が宗教を恐れることには変わりはないんだね。この戦いで頼りになったのは、かねてから一向宗を信奉していたものの。それはそれとして一揆の鎮圧はしなければならないと考えた家臣たち。石川数正ら数名の頼れる家臣たちは、この時に改宗までして家康の元に残っている。そのおかげで家康はこの戦いをしのぐことができたのね。1564年の1月に発生した、馬頭ヶ原の戦いを制してからは家康側に追い風が吹いて、以降の争いも沈静化。家康は空誓と和議を行って一揆を解体させることに成功した。こうして一部の家臣は追放されることになったものの、家康のために貢献していた広次ら古参の家臣たちは、家康本人から帰参を許されている。広次は過去に家康を救った実績があるし、これを重んじた家康が彼を許したってことかな。甲斐の武田が攻めてきて、どうする家康。今川を衰退に追い込んだ織田信長。その織田信長と同盟を締結した家康。果たしてこの判断が正しかったのかどうか。未だに歴史ファンそれぞれの見解は異なるだろうね。一つ確かなのは、家康が信長と通じてしまったために。時の将軍足利義昭が音頭を取って各地の大名を味方につけた。信長包囲網の標的にされてしまったという事実だ。信長包囲網確立の時には、家康にも義昭から、副将軍への取り立てをする見返りに協力するように打診を受けている。でも、家康は信長との関係を重んじて、この誘惑を無視してしまったぜ。あらら。そして1572年には、甲斐の武田信玄が三河と遠江への侵略作戦となる、成城作戦を開始。慌てた家康は信長に援軍を要請するものの、信長包囲網との睨み合いのせいもあって、信長もすぐには加勢ができない状況だった。だから家康はほとんど自分だけという状況で、最強の甲斐武田軍団と対決しなければならなかったぜ。どうするどうする？成城作戦における武田側の動きは、信玄本人が要する本隊と、その中心山形正景が指揮する別動隊による二面の動きを見せている。本隊は順調に三河を踏みにじり、別動隊が各地の要衝を単独撃破するという動きを見せた。特にこの別動隊の指揮を正景が行っていることが知れ渡ると、家康は大いに動揺。というのも、甲斐の武田軍といえば、赤備えと呼ばれる赤い甲冑に身を包んだ精鋭たちだからな。そんな男がゲリラ的に三河や遠江に出没しては、城や砦を落として回っているんだからたまらないよね。しかも、そちらにばかり気を取られるわけにもいかない。武田本体の動きも気になるところだ。まさにこれまで以上の危機が家康には迫っていたぜ。ドキドキ。家康はこの危機に際して、各地で何度か武田軍との交戦を試みている。うまくいったの？結果は散々なもので、北遠江にあった5つの城を、信玄はたったの1日のうちに全滅させてしまったぜ。チーン。本体を複数に分けて攻め入ったとされるこの時の連続攻城戦。まさしく家康はこれまでとはレベルの異なる強敵との対峙を強いられる羽目になった。さらに家康は一言坂の戦いと呼ばれる戦で敗退。少し前に完成していた浜松城に逃げ帰っている。続く二俣城の戦いも、籠城の末に城は敵の手に落ちてしまった。踏んだり蹴ったりとはこのことか。こうしてこの年の12月22日、
家康はとうとう空前絶後の大敗を喫する戦に引きずり出されることとなった。信玄は家康と信長の連合軍を相手にする前に浜松城に攻め入ることもできたものの、この城塞の防御力を評価し、城攻めはせずに家康をおびき出す方向で本隊を動かした。そうとは知らず、家康は浜松城の守りを固めていたんだけど、やがて武田軍が城を素通りして、味方ヶ原を目指していることを知ると、家臣らの反対を押し切って、追撃して背後から襲う策を立てた。それで？信長からの援軍もすでに到着していたから、この連合軍は浜松城を出て味方ヶ原に向かった。が、これこそ浜松城攻略を嫌った信玄の術中にまんまとはまったようなものだった。どういうこと？連合軍が到着した頃、とっくに武田軍が進軍をやめて味方ヶ原台地にて陣を指揮終えて、万全の体制で待ち構えていたんだ。うわぁ、歴戦の猛将である武田信玄とその家臣団の猛攻は、信じられないほど苛烈だった。終わってみれば武田軍の死傷者はたった200人。これに対して連合軍の死傷者は2000人を超えてしまっていた。戦線は維持できずに、事実上家康はもはや逃げるほかない状況に追いやられたぜ。ところで、肝心の広次はどうなっていたの？この戦いに、広次は参陣していない。急遽浜松城を出ることになった家康を見送るという立場だったんだけど、城の櫓に登って情勢を伺っていたようだ。だけど開戦して早々に劣勢になった連合軍を見るに見かねて、加勢を率いて急いで味方ヶ原に加勢に出向いているぜ。このままでは全滅どころか、浜松城に逃げ帰る前に家康が撃たれてしまいかねない状況に、いても立ってもいられなくなったかもね。連合軍本陣に合流を果たした広次は、すぐに家康に撤退を進言したぜ。これが三河武士の意地、家康を強引に離脱させ、影武者として敵に突撃する広次。武田軍の猛攻で、連合軍はもはや瓦解寸前。広次は、この状況を打破するには一度浜松城に帰還するほかないという考えを主君にぶつけた。ところが家康はこれを拒んで、あろうことか武田軍の本隊に突撃することを検討していたんだ。麻薬の作戦だね。実際に馬に乗って武田軍のど真ん中に突撃しようとする様子を目の当たりにした広次は、ここで覚悟を決めた。家康の説得は無理と考え、強引に馬の向きを変えさせてそのまま家康を強引に離脱させたんだ。その上で、もはや今度ばかりはしんがりを務めるよりも自分が家康の影武者として、身代わりになる方が家康を存命させるには最適と考えた。撤退戦に移行していた連合軍本隊に追いすがる武田軍の横から、たった25騎を率いて突撃して、自分こそが徳川家康であると主張、敵の目を釘付けとしたぜ。我が身を惜しまぬ最後の方向、泣けてくるね。広次は自分を徳川家康であると認識させるために、家康本人の兜を被っている。おそらく、家康の馬の向きを変えさせた時に強奪したんだろう。当然、家臣としてはあるまじき行為だけど、すべては家康の命を奪わせないため。これこそが、三河一向一揆集結の時に帰参を許してくれた主君に対して、見せるべきけじめだったんだ。惚れてしまいそう。精鋭25騎を率いて自分こそが家康であると名乗りを上げさえすれば、追っても必ず自分を仕留めるために釘付けになって、その間に家康は逃げることができる。混乱する戦況の中で、広次はこうして頭をフル回転させて立ち回ったぜ。かっこよすぎる。そして、見事に広次の目論見は的中。武田の追手はことごとく自分に向かって突撃して、広次もこれに最後まで応戦。十分に敵を引きつけて家康を逃がすという最大の目的を果たした後に、身代わりとして戦死。享年55歳。家康を助け、時に助けられ、最後はまた歌詞を作ってこの世を去ったぜ。不大家臣として、これ以上ない最後を遂げたのね。無事に浜松城に逃げ帰ることができた家康は、道中で冷静さを取り戻していた。自分のために大勢の家臣が死んだことを思うと、もはや取り乱すことは許されないと思ったのだろう。城に戻った家康は即座に城門をすべて開き、かがり火を焚かせて空城計を実行に移した。あえて敵を自陣に入れて警戒心を誘うという計略で、兵法36計にも紹介されている古典的な作戦だ。追っ手の中にいた山形秋影は、このまま攻め込むことは危険と判断したぜ。家康と秋影の心理戦を制したのは、家康だったということになるね。忠臣夏目広次。彼がいなければ徳川の世は訪れることがなかったかも。実はこの空城計、本来は開け放ったように見せかけた城内に伏兵を多数忍ばせておくことが前提の契約だ。ところがすでにこの時城内にはさほど兵は残っていなくて、家康としては武田信玄なら空城計ぐらい知ってるだろうから、
あえてミスリードを誘うしかもう勝ち目がないと判断していたようだ。まさかげも十分に把握していただろうし、有能だからこそ逆に攻め込めなかったということか。当の家康はもはや最後の契約を浪し退場することはないとして、城内で食事をとってからすぐに寝てしまったようだ。でもこういった契約をなすことができたのは、そもそも突撃を身を挺して阻止し、自分が家康であると叫んで七に赴いた広嗣がいたからこそ、彼がもしも味方ヶ原に駆けつけていなければ、おそらく家康はそのまま死んでいたことだろう。有能な家臣は、時に主君を救うのよ。家康は戦後すぐに、広嗣に関して月廃供養を命じている。丁重な供養を確約した背景には、彼こそが自分の命を救ってくれた恩人であるという思いがあったからこそだろうな。広嗣たちの貴重な犠牲の上に、家康は名君として開花していったんだね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。